天元町のヤン・チャンシク天元町をお迎えして礼拝が行われます恵みを期、礼拝の時間となることを願いながらまずお知らせをお伝えしたいと思います一番です新業員国早朝生成と金曜日の徹夜生成を行っています 先週はソウル北部主管による徹夜祈祷でした。毎週の皆さんの活動と活動の内容を共有できるよう、市区の皆さんからのご報告をお待ちしています。2番です。来週の礼拝は新行員国の平和祝福式が準備されております。チョンボックンンンボクでオンラインを通して 放送されますので皆さんの生成の中で祝福式が恵み深く行われるように多くの方をお連れください祝福式後には第2次店舗入籍を果たされました方に天舗館をお伝え伝達いたします3番目です教会学校の第12回標準天和祭が 本日礼拝の後1時半から行われます。孫波の学生たちが準備をして行う孫波祭ですので、多くのシックの皆さんの激励をお願いいたします。4番目です。青年大学部礼拝が非対面で午後2時から行われます。アンテン新任青年 大学部教会長からの初めての礼拝の時間となります平和祝福式は2月17日午前9時45分失礼しました27日となりますチョンボックン教会の夜間40日原理修練会が 続けられています2月1日から3月12日まで夜間原理修練会が行われていますので皆さんの多くの参加をお願いいたします。今週からは大正殿で明日からです大聖殿で場所を変えて行われますのでお間違いのないようにたくさんの方が参加してくださいますようにお願いいたします。 ソンファの子どもたちのオンライン冬休み修練会が本日までとなっています専門大学では2022学年度の新学科の追加募集を行っています皆さんのお子さんの中で新学科を目指していらっしゃる方また推薦があれば府県の方はどうぞ関心を寄せください HJ 天中天保修練園天心園の特別伝授式がチョンボ君を中心として2月23日水曜日夜7時半から行われます。チョン新年ン本殿から各教会に伝授式が行われます。チョンボ君伝授式の巡回としてチョンピョンの シャニャン伝授式が行われます23日水曜日夜7時半からこの場で行われますので参加をお願いいたします。この日は夜間原理修練会の代替として行われます。新行員国祝福史上祝福のためのプロフィール展示会が2月24日木曜日から26日まで ションボックン協会の2階の行動で展示会が行われます祝福を準備する父兄の方々は監視をお寄せくださり参加してくださいますようにお願いいたします新御員国 YSP オンライン未来世代の希望祝福修練が2月26日から27日の日程でオンラインズームで行われます 祝福指示祝福のためのオンライン父母教育が3月5日に予定されています天地人誠の父母様ご生誕記念標準店舗特別大役事が26日から27日の日程で行われます各区域の表参を通して受付を済ませ日程のご確認をお願いいたします区域